はい、今回はこちら GP125 キムコです。中古車を納車整備をねやらせていただきましたので、最終点検ということで、走行試乗ですね。はい、GP125 こちらはですね、非常に低価格のスクーターとしてですね、日本で販売されたモデルとなります。で、現行モデルは、前後連動ブレーキ、さらにですね、まあ、円安どうのこうのでちょっと値上げになってしまったんですけど、それでもですね、日本のメーカーのスクーターに比べればはるかに安い、そんな価格設定となってございます。さらにですね、装備がね充実している、これもこのスクーターの、まあ、いいとこなのかなと、そんなことを思います。まずこのメーターがねデジタルメーターということ で時計が表示されますね。でさらに、トリップメーターが、ついてございます。このあたりがですね、日本のメーカーの一番安いタイプですね、廉価のスクーターとの大きな違いかな、そんなことを思ったりします。でさらには、まあ、タコメーターですね。はい、まあ、スクーターにタコメーターはいらないという方もねいらっしゃるかと思うんですが、まあ、でも回転数分かった方がね、はい、いろいろと、楽しい、そんなことも思ったりいたします。でさらにですね、こちら、はい、USB ですね。多くのメーカーが USB、 日本のメーカーだとついてないんですけど、まあ、オプション設定だったりね、しますけども、それが標準でついている、まあ、それもいいところではないでしょうか。で、シートコムですね、745mm ということで非常に低い部類に入ります。ですので、小柄な方でもね、乗り降りそんなに苦にならないのかな、そんなことも思ったりいたします。で、まあ、低価格なスクーターといいますと、まあ、大したあれじゃないんでしょっていうようなね、見方もあるかと思いますが、まあ、フロントがディスクブレーキですね。そして後ろはドラムブレーキですが、まあ、そういったところはちゃんと押さえております。で、こちらですね、やはり、台湾メーカーらしくやっぱ加速重視なんですよね。ですからウエドローラーとかも軽いものが入っておりまして、まあ、高回転でね加速していく、まあ、そんなような作りになっているんですが、まあ、加速がいいのはねやっぱり嬉しいところなんですが、ただその分燃費がねちょっと悪くなってしまう、そんなことももちろんあります。常にね高回転まで回ってしまいますので、ということで、こちらのスクーター、まあ、こちら販売車両なんでね、こちらに関しては、ちょっと重めの、ウエイトローラー、厳密にはねローラーじゃないんですよね、ドクタープーリーっていうメーカーのちょっとおむすび型のやつですね。スライドローラーなんですか、ウエイトスライダーみたいなふうに言うんですかね、そういったものを取り付けて、ございます。ですのでフル加速しても6000回転ぐらいから加速していきますかね。はい、これノーマルだと7000回転超えた状態で加速していくんですけど、はい、じゃあ遅くなっちゃうんじゃないのっていうと、まあそんなこともないですね、まあ、十分な速さは、あるかと思います。どちらかというとね、こういうセッティングの方が日本だとねいいんじゃないか。でさらに燃費もねその分良くなるでしょうし、はい、そんなことを思ったりいたします。で、まあ、雑誌のインプレッション、またそのテストですね、日本のメーカーとかね各社のスクーター、125クラスのスクーターを揃えてね、まあ、テストした記事とかがね過去にありましたけども、その中でもね加速はこれダントツですね。はい、200メートルぐらいまでは、はい、の加速はねやっぱ一番これが速い、で一番最初だけは PCX の、 あのハイブリッドですか、あれが速いみたいなんですけど、まあ、50メーター、100メーター、ね、50メーター過ぎたあたりでもうあのこちらが抜いてっていうようなことらしい、ね、らしいです。はい、であとすごいのはねこれブレーキ性能がかなり高いらしいですね。はい、で、まあ、ブレーキっていうのはもちろんあの乗る人によってね技量によっても多少変わるとは思うんですが、まあ、それでもですね、まあ、プロの方、そして、まあ、普通のね、雑誌編集者の、まあ、どちらかというと一般のライダーみたいなね、まあ、その方がどっち試してもやっぱりあの
各社の中で GP が一番制動距離が短いっていうね、うん、まあ、そういう結果が出ているっていうことはやはりねこのスクーターの性能の高さ、それを、物語っているのかなと、うん、そんなことをね思いますけども、うん、まあとにかく値段が安いっていうだけでね、そういったもんでしょ、安物なんでしょみたいなね風に思われがちなんですけども、まあこれかなりね、まあ、企業努力って言っていいのかな、うん、その部分はあると思います。やっぱりかなり儲けは、はい、少ないみたいですから、うん、そういった部分でですね、はい、非常に、うん、でもありがたいですよね、こういったスクーターがね用意してもらえているというのはね、はい、で以前はですねリアボックスキャンペーンでねリアボックスを無料でつけてくれたりとか、そんなこともあったんですけどね、はい、さあそしてですね、まあこちら中古車ということでね、通常の納車整備、まあ、そうは言ってもまだ300キロ弱なんですが、ホイール前後を外したりとか、あとグリス、要はグリスを塗るっていうね、そういう作業をやらせていただいてございます。まあ、レバー類とかね、あとケーブルとかそういったところにも、ベルハンマーなりベルハンマーグリス、そういったものを、塗って、ございます。で、ちょっとうちの方でね取り付けているナックルバイザー、グリップヒーター、そして LED ヘッドライト、まあ、こんなものもございます。はい、ちょっとねじゃあフル加速でちょっと試してみてね、何回転ぐらいですかね、こんな感じですね、6000ちょっとからわーっとだんだん加速していくっていうね、はい、であっという間に60キロ、うん、到達って感じですよ、はい、より低い回転から変速していくっていうね、そんな感じになっております。だからこの辺で走ってても6000回転ぐらいでずっとね走れますから、はい、まあ、そういった意味ではいいのかなと、うん、思いますよね、はい、あとやっぱりナックルバイザーついてるんで直接風がね当たらない、やっぱこれ今日ちょっと助かる、うん、これからの季節はね、であとさらにグリップヒーターで、手元も温めるということで、はい、うん、なかなか活躍してくれると思いますよ、はい、で新たにですね、まあ、各社ね今いろいろ11月からですか、ね、生産分がどうのこうのとかいろんなのがあって、排ガスの問題とかね、そういったところで、モデルがねこう変わってきておりますが、で、まあ、そういった中で、最近だとあれですかね、ヤマハとスズキが、新しいモデルを投入してきて、いるということで、ジョグ125っていうね、うん、低価格のモデル、を用意してきてますね、うん、でなんといってもねシート高が低いんですよ、確か735ミリとかね、確かそんな感じだったかと思います。でそれまではこの GP125 が一番低かったんですけど、まあ、ジョグ125が一番低いということになりましたね、はい、あと車体も小さくて、あと、ね、軽いっていうね100キロないっていう、まあ、そういった面も非常に、使い勝手がいいんじゃないですかね、はい、ただメーター周りはね普通のアナログメーター、うん、あと USB もオプション、あとリアキャリアもオプションですかね。でフロントがドラムブレーキっていうことで、前後ドラムブレーキっていう珍しいですね125クラスでね、はい、まあ、そういった割り切った作りになっているっていうね、はい、で価格に関しては25万ちょっとなので、まあ、GP よりもちょっと高い感じですね。で USB とリアキャリアをどうしてもやっぱりね欲しくなる、でそれをつけてしまうとプラス2万円ぐらいになっちゃいますからね、価格差っていうのがやっぱり5万から6万ぐらいの差はあるんですよね。で、まあ、それをどう考えるかっていうね、まあ、そうは言っても日本のメーカーでねエンジンも最新のブルーコアっていうことですね、あれはなかなか、ね、魅力的な、まあ、売れ線なのかな。でもう一個ねアクシス Z っていうね、従来型のモデルもね、排ガス規制適用して販売しているようですけども、まあ、プラス2万円ぐらいなんですかね。で、まあ、フロントがディスクブレーキになるっていうことでですね、まあ、そのあたりの、はい、ただどちらも台湾製っていうのはいいんじゃないですかね、はい、まあ、GP は中国製ですので、まあ、そのあたりの差はあるかと思いますけどね、はい、あとスズキの方でねアベニスっていうのと、アドレスっていうどっちも新しいタイプですね、のモデルインド製、そちらが投入されたということで、はい、フロント12インチ、リアが10インチということで、ちょっと前のねアドレス125になんか近い感じがしますよね、はい、で名前も一緒なんでね今度のやつね、
あれなんですが、まあ、エンジンもね、スズキの、SEP エンジンというんですか、最高のね、最新のエンジンですから、そういった意味ではいいのかなとかね、うん、まあ、いろんなことを思いますが、まあ、それでもね、お値段的にはやっぱりちょっと高め、うん、いわゆるこの GP に比べたらね、はるかに高いので、まあ、そのあたりでね、うん、どう、考えるのかなっていう、まあ、日本メーカーということで安心感が高いっていうのはね、もちろんあるかと思います。ただあのどこでもね、最近はもうどこでも面倒見てくれるっていうのはなかなかね少なくなってきているので、そのあたりでちょっとねいろいろ考えてしないと、あれ日本のメーカーなのにっていうことにもね、まあ、なりかねませんので、はい、そのあたりは気をつけていただければなと思ったりいたします。オイルサービスつきましたね、300キロでね、はい、でこれオイルも交換しておりますので、ちょっとこれはね戻ったら消すという感じでございます。はい、でね、 GP のね、もちろんあのこれ安いのであれなんですけど、ちょっとねもう少しこうだったらなっていうのはいっぱい結構あるんですよ、うん、ね、はい、なのでまあそれに関してはね、うん、まあある程度は仕方がないっていうね、うん、まあ価格が価格なのでね、はい、まあ、文句のつけようはないんですけども、はい、でまあキムコですとこの GP125 クラスだとこの GP125 ですね、そして、ターセリー S の125、さらには X タウンシティの125っていうね、3車種がラインナップ、されております。でレーシング S125 っていうタイプもあるんですが、それもまだね日本で購入いただくことは可能です。ただ在庫車限りということになっております。うん、お値段的にはねやっぱり、そこそこするんですけど、ただあの車両のねやっぱり作り、うん、内容を考えたら、まあ、十分納得のいくようなね、ものになっていると思いますけども、ですのでまあどれもね、GP125、ターセリー S125、X タウンシティ125、どれもあの特徴のある車両で、被らないっていうね、うん、そういったものがあるかと思います。特にターセリー S125 と X タウンシティ125に関しては、日本のメーカーでは日本で売ってない。日本のメーカーも似たようなのは作ってるんですが、日本では販売してないので、まあ、そういう意味ではですね、日本であのタイプのスクーターを求めている方にはですね非常にいいのではないか。そして、まあ、キムコの宣伝になってしまいますが、ね、メーカー保証は3年ございます。2年って結構ね早いんですよ。そしてその2年から先が結構いろいろ壊れてくるような気がいたします、ね、ですからそういった時にやっぱ保証がね3年あるっていうのは非常にいいのではないか、うん、そんなことを思ったりいたします。でこちらの車両もですね、まあ、中古車になるんですが保証がまだね2年ちょっとありますから、はい、今年の1月ですかね登録がね、はい、だからそういうことを考えますとやはりね、はい、非常に魅力的なのかなと、うん、そんなことを思ったりいたします。はい、まあ、オイル交換がですね、まあ、1000キロとかね、うん、そんなようなねあれで、いやちょっとあれじゃないかっていうね、うん、まあ、そういうあの話もあるんですけど、はい、うん、まあそうですね、ただバイク屋に持ってくるっていうのは、うん、メリットが結構ありますから、ね、オイル交換だけじゃなくてね、各部やっぱりね透過類でタイヤの空気圧だとかそういったものも見ますから、まあ、そういった意味ではね非常に、うん、いいんじゃないか、ね、そんなことも思うんですけどね。はい、さあそんな感じで、帰ってまいりました。 GP125、うん、小回りも効いて、うん、なかなかこれはいいですね。